こんばんは。こんばんは。誕生日おめでとう、ありがとう。やばい、眠いから右目が。こんばんは。誕生日おめでとう、ありがとう。ありがとう。嬉しい。ありがとう、みんな。ありがとう。嬉しい。名刺。バレーボール部担当です。バレーボール担当です。お誕生日またありがとう。ふとまさ、桜餅ありがとう。生誕さん当たった、嬉しい。生誕さん当たりましたか、皆さん。ありがとね。お誕生日おめでとうってありがとう。キヨ、ペンギンありがとう。外れた。え、マジ嘘でしょ。ピエン、それは。リップかわいい、ありがとう。生誕さん当たったって、よかった。リップこれだよ。やば、なんか来たな。これアミューズは桜だ。太鼓、太鼓、桜ありがとう。これはタワーなのか。ありがとうね、太鼓。配信で見ますって、ありがとう。瀬田さん行きます、ありがとう。もちろん当たったって、ありがとう。嬉しい。こんにちは、こんばんは、こんばんは。今日はここにルイがいます。もうすぐ家族が帰ってくるのでルイが吠える可能性がありますが許してください。その時は切ります、配信を一瞬。こんばんは。あ、2週目の生誕祭終わりですか。今日は本当は9時ぐらいから1時間ぐらい配信しようかなと思ってたんですけど、生配信とかが あるみたいなのでやべえと思って。ランディ、桜餅ありがとう。ありがとね。こんばんは。こんばんは。キャン待ちでね、会いたい。そう、今日の TikTok はね、一発撮りです。るいくんがちゃんと一発で映ってくれました。なんか YNN さんの配信があるらしい、今日は。ルイとの TikTok 見てくれてありがとう。そう、こんばんは。お誕生日おめでとう、ありがとう。ありがとう、みんな。嬉しい。ありがとうございます。一日店長もありがとうございました。来てくださった皆さん。お誕生日おめでとうってありがとう。嬉しいです。なので30分しかできないけど、ごめんね。そう、ポケモンの TikTok 好き。嬉しい。あれ結構、なんかいっぱい見てもらえてる気がする。ありがとう。そう、今日はね、メイク、違うかも。てか右目がもう疲れすぎてさ、眠さで落ちてる。こんばんは。誕生日おめでとうってありがとう。ありがとうございます。名刺、名刺ありがとうございます。受け取ってくださった方、誕生日おめでとうってありがとう。そう、今日も帰りほんまに寝落ち仕掛けててやばかった。今日はねじり派普通にしたんですよ、実は。初めてした。右目だけまぶた下がっててほんまにやばい。なんでないの、ほんまに眠すぎる。こんばんは。ルイがずっとレイの足ペロペロ舐めてんねんけど、こしょばすぎんねんけど。今日一日中っていうか、帰ってきてからずっとレイの足舐めてんの、ルイが。ほら、こっちだけちょっと、ほら、二人の調子悪いから、やばい。誕生日おめでとうってありがとう。ありがとうございます。明日も実はね、頑張らないといけないので。スノーマン、ケーキありがとう。頑張りたいと思います。そう、ずっと舐めてんの。そう、サイドポニー、そう、サイドポニーね、ほんまに、意外といけてた。ちょっと抵抗あったんですよ、サイドポニーって。かっこいいなと思ってたから。危なかった。こんばんは。毎日レイパンに会いたいって。レイも会いたいよ。ありがとう、配信来てくれて。
ほんまにルイがずっと舐めてるわ、レイの、レイの足ずっと舐めてる。そう、こんばんは。モッピーと同じだけど何かが違う。やば、メラメラやん、それ。メラメラですね。ルームス1ヶ月だけ入る。やん、1ヶ月だけってなんでよ。もっと入っ、いてくれていいのに。ムーチョ、ケーキありがとう。そう、え、インスタね、始めないのってめっちゃ聞かれるんですけど、始めたいとは思ってて、始めたいですとは言ったんやけど、まだなんか始められへんぽよと、いろんな事情があって、なのでもうちょっと時間がかかりそうですね。そう、リポンと同い年です。やーん、嬉しい。同い年、お互い頑張りましょう。そう、シン、ケーキありがとう。こんばんは。お誕生日タワーがあるのか。いや、うそうそ、嬉しい。どれどれ、教えて教えて。見落としてたら教えてください。一応タイムラインのとこで読んではいるんですけどね。こんばんは。そう、いろんな事情があるみたいです。ひろかず、あれ、ペンギンありがとう。桜にしたってありがとう。ありがとうございます。生誕祭の髪型は太鼓、桜タワーありがとう。ありがとう。チヨ、ケーキありがとう。生誕祭の髪型はね、まだ悩んでます。みんなにツインテールやろうって言われるけど、実はめっちゃ悩んでます今。そう、何にするかめっちゃ悩んでる。ひろかず、ペンギンありがとう。ありがとう。こんばんは。そう、ポニーてか、サイドポニーとかが良すぎて、てかポニーもちょっと自分的に似合ってたのでっていうのもあって悩んでる。マジで赤乾いて嬉しい。でも今ちょっと目調子悪いの。お渡し会の時は調子悪くなかったけど、今調子悪くなった。多分眠たいから、眠たいっていうか寝かけてたから、さっきまでやからやと思う。あ、桜タワー、ムーチョさん、ムーチョさん、ムーチョ、桜タワーありがとう。ごめんね、ありがとう。誕生日おめでとうって、ありがとう。生誕ティー、あ、まだ売ってないのか、オフィシャルショップでは。みんなネットで予約してくれてありがとう。キクヤン、ペンギンありがとう。そう、お渡し会かわいすぎて着手できんかった。嬉しい。お渡し会さ、思ってたより近くて嬉しかった。みんなとお話できて近くで、ありがとうね、来てくれて。大根、レインボースターありがとう。ありがとう。そう、 STU の3期研究生とつながってた。可愛いと思ってる子すぐフォローしちゃう癖があるので、本当によくね、やばいですよね。すぐフォローしちゃう可愛いなと思った子、みんな。そう、こんばんは。レポの生誕でゲーム公演初めて入ります。いやー、嬉しい、ありがとう。ありがとうね。ネイキビは大森真帆さん推しです。ほんまに可愛いです。レポンがいる研究所は見に行きたかったけど間に合わなかった。いやー、でも今考えたら、なんか今そう考えたら、世代交代って結構自分が出てたのはもう、なんやろ、出れへんからこそ貴重やったんやなと思いました。貴重な59回やったんやなって思いました。生誕撮ってよってありがとう。ケン、レインボースターありがとう。そう、なんかさ、私が来てくださった方みんなさ、話した時記憶ないって。やだ、久々に M 行きたいって。来てくださいよ、来てよ来てよ。こんばんは。そう、タツ、お団子ありがとう。
なんか司会行くって嬉しい、ありがとう、来てね、イベント初選抜の曲なのでいっぱいいろんな人とお話ししたいです。絶対行けなくても全然気にしないでください。こうやって配信来てくれるだけでレイは嬉しいのでね、ありがとう、ありがとうね。全然大丈夫だよ。こんばんは皆さん。太鼓レインボースターありがとう、ありがとう。握手会対応さそう、え、どうでしたか握手会来たことある方そう、東京からうちはペンライト持ってくって、やだ嬉しい、ありがとう、絶対見つけます、ありがとう。リボンのショールーム初めて来ました、確かに初めて名前見た気がするショールームでね、ありがとう来てくれて。リボンの TikTok はざっとすぎて目が離せません、嬉しい、いいねしてねありがとう誕生日おめでとうってありがとう、会いに来てください、いっぱい M みんな生誕当たったかまた教えてね、もぼめのお返事か Twitter かなんかで教えてください。レポの握手会最強、最強らしいです、気になってる方ぜひ来てくださいそう、生誕祭当選したから広島から行くの、やだ嬉しい、ありがとうみんな嬉しいです、ありがとうございます。モバメのお返事は例えば今お返事してくれ、この時間今8時とかにお返事してくれたやつやったら多分12時回ったらレイのところに届くので見れます。でもし12時以降のお返事やったら明日の朝の6時ぐらいかなには読めると思います、なので全然大丈夫ですよ。コンビニ我慢できてる、え、マジで我慢できてる、マジで偉い、コンビニ行ってないもん全然、偉いですそう、なんか使いたいお金の使いどころみたいなのが新しくできたのでそのために貯めたいなと思って貯めてます。関東からお祝いしに行くのでよろしく、やだありがとう、ありがとう、ありがとうね。オンライン参加したいけど緊張しすぎて何も喋れない、え、大丈夫、レイが話しますでも逆にそうやって事前に喋れないよって言ってくれるのも、じゃあ何々と何か話そうかなとか考えれるから全然大丈夫だよ。アプリじゃないやつで返信しても今に届いてるのかな、え、全然届いてると思います、何でお返事してもレイのとこには届いてるから、うん、大丈夫だと思います、届いてるよ、呼んでますお返事いつも、ありがとうね。小麦我慢してますって言っても今日ケータリングでパンがあったのでパンを食べてしまいました、反省そう、今日で高校生が終わりで、自己紹介で高校3年生っていうのがもうこの間の公演で最後だったんです、やばくないですか。ゆら、ケーキありがとう、ありがとう。ピンクリップ好き、嬉しい、ありがとう、こんばんは、かわいいルイが足元で暴れてる、ありがとね。メール誰から当てっていうのも見れます、全部見れる。わ、止まった、今いける、いけるかな、止まってない、一瞬止まったよね絶対。そうっていうのでなんか最後に〇〇よりって書いてくれる方もいるんですけど、別にそれがもしなくても全然見れます、大丈夫だから。でも書いてくれても全然大丈夫、ありがとうね、いつもお返事してくれて。太鼓レインボースターありがとうね、やっぱ止まってたよね今一瞬、なんか止まったと思ったけど、お誕生日おめでとう、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。でも全然名前入れてくれても全然大丈夫ですよ。そうそう、今日みひなさんの隣だったんですよ、もうみひなさんがなんかね、みひなさんがね可愛いって言ってくれるんですよ、それが嬉しすぎてやだーってなります、みひなさんってなってしまいますね、ほんまに可愛い、マジでみひなさん可愛すぎてほんまにやばいです。ランディーケーキありがとう、ありがとう、ケーキね、高校生じゃなくなりますよ、やばいよ。
そうや、あやぴよさんと写真撮ったのでまた載せますね。本当はツイッターに載せようと思ってたんです。実はみひなさんの名刺もらいました。もらいましたよ。場面はいつも何通くらい、いつは絶対送ってるけど、そのもしなんか何やろ、何にも追われてない時またぎとか初日とかの練習に追われてない時は2通ぐらい送ってます。はい、一本の練行こうか悩んでる。来てよ、存在は知ってるよもうだから待ってるね。リサさんも可愛い。私リサヒーさん神推しなんですよ、マジで。マジでリサヒーさん神推しなんです。やばい、マジで可愛いリサヒーさん。てか8期生さん推しすぎて、今日8期生さんといっぱいだったのでマジで嬉しかった。そう、みひなさんがね、そうなんです、マジで可愛いです。こんばんは、こんばんは。でももう私も18になったということで、嬉しい、ありがとう。こんばんは。レイポン髪押しにしていいですか。レイポン髪押しにしてください。目移りはダメです。10期生が来てもダメですでも絶対レイ10期生に推しできる4月1日からレイポンのメール取ってみようと考えてる。え、嬉しい、ぜひ取ってくださいこんばんは。明日エイプリルフルじゃないですか。去年エイプリルフル嘘つけなかったので嘘つきたいおめでとうだよって、ありがとう、嬉しい嬉しい、ありがとう。目移りダメです、約束、ありがとう。いや、明日何の嘘つこうかマジで考えてるんですけど、何も言うのが思いつかない。実機席になる。え、わかる、レイも絶対推しできるわ。そう、小さい子っていうか可愛い子、レイのドタイプの子が来たらよしよしってしちゃうかも。瀬田さん行きます、嬉しい、ありがとう。そう、目移りダメですよ皆さん、約束してね。レイポン以上に可愛い子いないです。やだ嬉しい、泣いてまうて、そんなん言われたら。握手会必ず行くからねって、嬉しい、みんな来てね、絶対待ってるからね。やばい、あと10分ですよ皆さん。今日本当は1時間したかったけど10分じゃない、30分しかできんかった、ごめんね。頑張ってくださいって、ありがとう、ありがとうございます。初見です、ありがとう、嬉しい、ありがとう。待って、見えた見えた、ちょっと待って、見えたで、見えたけど、ちょっと待ってよ、待ってな、これ誰やろう、右の、え、わかんねん、このクマのやつやんな、誰やろう、ちょっと待ってな、表示されてないねんけど、誰かわかる人いますか、この素敵なタワーを送ってくださった方、誰でしょうか、教えて。大丈夫、見ててありがとう。誰がこのタワー送ってくださったんやろ、ケンさん、ケン、ケン、ありがとう、嬉しい、ありがとう、ケン、ありがとう、タワー、ありがとう、お誕生日だから嬉しい、ありがとう、ごめんね本当に、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとう。そう、18になったのでね、まあ大人っぽく頑張りたいと思います。ばっかに推しだけど接点性をお邪魔しますね、レポのことしっかりお願いします。え、ありがとう、嬉しい、ありがとう。1曲目ぐらい、1曲目だけでいいのでぜひピンク振ってくださいピンク振ってください。スピーチ考えてない、やばい言いたいことはあるけどまとまらへんどうしようかな、マジで言いたいことはあるんですけどまとまらないですね、言いたいことが多すぎて。1曲目だけでいいのでそう、つりちゃん、レインボースターありがとう、うちわも作ってくれてるんですね、ありがとう、そんなそんな、ありがとうね。お手紙誰か気になる
そう、全然1曲目だけでいいのでやっぱね、それぞれ推しがいると思うので、セッターサイとか関係なく皆さん振ってくださっていいですからね。ピンクは見えたら嬉しいけど、まあそれはそれは気にしないでください。ひろかずペンギンありがとう。レイの生誕、レイ推しいっぱいから見つけてもらうの、ハンバーグ食べた。なんでそんなん、みんな見つけるよ、つける。そう、ちゃんと簡潔に言いたいことまとめてお話ししますね。で明日は、生誕祭 の公演に向けて練習します。はい、ほんまに最近練習しなあかんことがいっぱいあるからほんまにやばい。今日もちょっと一日店長の後ゆっくりルイといっぱい遊んじゃったからんでは、ルイは爆睡してるし、レイの足元でほんま人の足舐めるだけはダメといて。生誕祭行きますって嬉しい、ありがとう。結構でもレイのファンの方当たってるっていうのが報告来たけど、どうなんですかね。足元で爆睡してます。キヨお団子ありがとう。一日店長ほんまに楽しかった、こんばんは。マジで楽しかった。なんか思ったより、なんかこうレイパッパッといっちゃうんかなと思ったんやけど、一人一人にちゃんとお話できたからすごい嬉しかったです。たまたま桜餅あり、まあまあやば、めっちゃ止まってる、ピンチ。これはそう、残り5分です、やばい。誕生日しなきゃだよ、誕生日しなきゃだよ、誕生日しますね。それでは公演の魅力より全然話せました、マジでよかった。ほんまに普通の握手会並みに話せた気がする。そうやからマジでよかったなって、マジでパッパと行っちゃうんちゃうかなって思ってたんで、レイよかった、ほんまにちゃんと話せてゆっくり。ありがとうございますって来てくださった方、ありがとう。配信も見てくれて、それではちょっと誕生日だけしますね。13位キクヤンありがとう。12位夏ありがとう。11位タツありがとう。10位サトマサありがとう。9位シンありがとう。8位ユラありがとう。7位ヒロカズありがとう。6位キヨありがとう。5位スノーマンありがとう。4位ランディありがとう。3位ムーチョありがとう。2位タイコありがとう。1位ケンありがとう。ありがとう、みんな配信見てくれて。お誕生日スクショタイムだけします。パシャ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 。あ、ほんま携帯のキーホルダーカチカチってた、やだごめんなさい名刺パシャ。あ、そう、名刺、一日店長名刺お渡し会のね動画をねツイッターに載せたんですけど、写真もいっぱいあるので写真も多分載せますね、ルームスかなんかで載せます。電波ある、やだパシャ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 。あ、18ポーズしよう。パシャ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 。あと何やろ、パシャパシャ。あと何がいいかな、まあこんなもんでいいですかねでは残り2分あるのでお話ししましょう。ありがとうございます、本当に配信来てくれてありがとうね、本当に威嚇パシャ。そう、今日はめっちゃ可愛い服着てるんです。実はこれずっと着たくて、秋ぐらい、あ、ガクーンって泣いちゃってるよ、ごめんね大声出して。秋ぐらい
なんですけど、このお洋服家に来たの。でも寒くて着れなくて、ほら見て超可愛いの、これ可愛いでしょ。だから来ました。今日暖かかったから来ました。ヒートテックなしでもいけるかなと思って。でもめっちゃ可愛くて、これ全然春でも着れるデザインなので来ました。そう、ルームスのコメント返しも今着々とね、ゆっくりですけどしているので、ぜひ待っててください。お待たせしちゃって本当にごめんなさい。ありがとう、いつも来てくださってありがとうございます。ね、お洋服かわいいよねこれ。そう、ツイッターの確かに動画音声なかったの。あれはなんかね、音声つけてもいい、なんかどっちでもいいなと思って、なんか設定でミスって普通に音声なくて、でまあいっかと思ってでもまだ NG なんやろ、なんかマジで一発撮りの面白い流れなので、それはルームスに載せたいと思いますありがとう、配信もありがとうございました。皆さん見てくれて本当にありがとうございました。では18歳も、キラキラ輝く一年にしたいと思います。ありがとう、みんな配信見てくれて。じゃあねー、ありがとう、大好き、ありがとう、バイバーイ。